それでもはるかに長い歴史を持っている日本の国民がここまで日本の国というものを意識しなくなっている。これは大変危機的な状況だ。戦後77年経ちましたけども、ずっとですね、日本の国の国家というのを意識するなという洗脳が行われてきた結果、こんなこともみんな国民が気づかなくなってしまったのかなとがっかり私しました。で、これは他の国から見たら結構異常ですよ。こういうことも平気だっていうのはですね。で、アメリカはついに陰謀を果たしました。日本の銀行は3つのメガバンクに統合され、3つしかないから今大手銀行が、そしてその系列しかないから、そこから融資されなかったらもうね、制裁与奪の件はみんなそういう人が握っちゃう。でもその大元どこやってるかって言ったらウォール街です。 そして郵政が民営化され、そして何が進んだか、この25年間の間に私たちの賃金は全く上がってないんです。平均するとこんな国他にないんですよ。隣の韓国だって2倍になってる、他の国で6倍7倍になってる国もあるんです。日本だけが賃金上がってないんですね。で、何が上がってるかというと、企業の利益剰余金はすごく上がってるんです。利益剰余金って何だかご存知ですか？配当の財源です。株主に配当する財源。そしてヨーロッパのあるビジネススクールではこんなことを教えてるんですよ。日本はそのうち経済がダメになる。今だったらまだね、甘い汁が吸える。吸える時に吸えるだけ吸って吸って吸いまくろうと。そして最後はダメになる直前に売り抜けよう。そういうことを教えてるんです、ビジネススクールはですね。完全に植民地っていうかね、我々そういう状況に置かれてるっていうのが私には手に取るように分かりました。で、分かってないのがですね、今の政治家なんですね。改革って言ってきたんですよ。改革って言えば言うほど外資が買収しやすい日本になってるんですね。日本の伝統文化がね、破壊されていくんです。なぜなら、で、結局今まで自分たちが持っていたものをどんどん売却してやって、なんとか食いつないでる。そして今まで一生懸命やってきた人たちはもう事業をやめるしかない。こうやって私たちの国そのものが別に核攻撃を受ける場でもなく、どんどんと沈んで消えていくんです。買収してるのは中国じゃないですか。もう北海道行ったらもうね、ニセコですかね、もう日本の中にね、外国があるみたいになってる。私はこの間山形に行きましたんで、蔵王もそうだっていうんですね。で、先ほど聞いたら栃木でもそういうね、場所があるって聞きました。どんどん買われてると。これをサイレントインベージョンっていうんですよ。で、国の守りっていうのは何もね、核武装だけじゃないんです。こういった日常においてどんどん我々が侵略を受けていることにどう対抗していくかってことです。で、これはね、短期的なビジネスをやってたらいつの間にかね、やられてしまうんです。長期的に日本の国家というものをみんなが意識して、そして我々が築いてきたものが大事なんだっていうことをみんなで再認識しないと国は守れないんです。だから参政党を作ったんです。だからね、ありがとうございます。だからね、参政党はね、できてから2年ぐらいですけどね、もう最初から徹底的に日本の歴史勉強してるんですよ。そして皆さんね、歴史の勉強するとハッピーなんですね。だってあれですよ、こんな国ないですよ。2000数百年も22年からずっと一つの国が続いていて、そしてその国を作った天皇家が最初何をやったのか。戦争をしないで国を統一した唯一の国なんです。他の国は全部血を流して争って統一したんです。日本は天皇家が鉄器を持って農業生産、これで改善しましょう。そしてあらゆるところの豪族たちと婚姻関係を結んで100年かけて平和に統一したんですね。その過程で日本人は全部血がつながりました。だから日本は一つの家族なんですね。その家族の一番中枢に天皇家の血統があると。だから家族としてのまとまりがある。こんな幸せなことないですね。ですから日本のために尽くした人たちは自分の家族のために尽くすという思いを持てる、そういう国なんです。でもそういう国強いですからね。そして日本は発泡一憂っていう言葉、それをね、右翼の言葉だという全部ね書き換えられたんですが、八方一憂っていうのはいろんなね多種多様な民族や国家がそれぞれ平等に共存するってことなんですね。で、こういう秩序を作ろうってことで日本はさっきの大東亜戦争を戦ったんですよ。第一次世界大戦終わった後の国際会議で日本が世界で初めて人種差別のない世界を作ろうと言ったんです。19世紀以前の植民地秩序を維持したい欧米の連中は、これは日本は危険だと。そしてアメリカがいろんな計画を立て始めました。で、最終的に日本を戦争に追い込みました。今回のねロシアの話もね、私は別にロシア派でもプーチン派でもないんだけども、参政党はロシア派ですかプーチン派ですかって言われるんですね。これ違うんですよ。日本の状況とねよく似てるところがあるんですね。で、もちろんロシアがやってるのは戦争犯罪ですよ。日本だって真珠湾攻撃はもしかしたらそれは国際法違反だったかもしれない。だけど追い込んだのはどこなんですか。両方ともアメリカなんですよね。で、このアメリカというのはちょっと横道にそれますけどね、このウクライナ問題はちゃんとね分析をしなきゃいけません。で、ウクライナはかわいそうかわいそうそうかもしれない、ロシアはけしからんかもしれない、だけど誰がこの戦争を起こしてるでしょう。まず間違いなく一つは軍事利権ですね。アメリカは建国以来ずっと戦争ばかりしてるんです。どこの州に行っても軍需産業の工場があって民主党や共和党の議員を応援してるんですね。だからその利権に左右されて、そして唯一戦争をしないと言ったのはトランプだったんです。だからトランプはエスタブリッシュメントから排除されたんですね。そしてもう一つ大きな話なんです。これもやっぱりグローバルな資本なんですね。ロシアの地下資源、天然ガスや石油、これはかつては西側の資本がやってたんです。ユダヤ系オリガルヒ、これをプーチンが追い出して国有化したんです。彼はナショナリストなんですね。で、これをプーチンを戦争に追い込んで弱らせてプーチン政権を打倒しよう、そのために綿密な計画を立ててきたんですね。そういう流れがあるってことは知らなきゃいけません。そしてロシアは資源が狙われた。日本は90年代以降狙われたのは、日本にはお金がある、お金を狙われたんですね。こういう流れを知らなきゃいけません。そして第二次大戦の日本は戦争に追い込まれて、その時に掲げたのが植民地からのアジアの解放だった。そして日本は 大東亜戦争に負けたけれど、戦後植民地でない国々が次々と植民地から独立して植民地でなくなりました。戦後の秩序を作ったのは日本だったんですね。これはものすごく大きな功績なんです、歴史的に。だけどこのことを認めたら、今プーチンが戦争犯罪って言ってますけれども、アメリカはでも日本に対して何をやったのか、もうとてつもない戦争犯罪やりましたよね。私だから糾弾しませんよ、もう昔のことですしね。だけどアメリカはそれを隠蔽しことするために日本が戦争犯罪やったんだっていう、そういう東京裁判機関を作り、それがねもうとんでもない間違いであってもですね、戦後 GHQ の下で世界でも稀なる言論統制をやったんですね。で、その流れがずっと今のねメディアの報道にも続いてるんです。で、私たちは常に日本の国が強くなろうとするときに、そういった方面からの違う情報を流され、そして我々が強くなることを妨げられてきた歴史があるんです。で、そういうことにもう一回ね目を向けて、一から日本の原点をね見出して、そして次の国づくり、日本の国民に合った経済の仕組みを作ろう。もう改革っていうそういうもんじゃなくて、我々に答えがある、日本にこそ答えがある、そういう原点を持った政党が今国会にいないんですよ。それを作りたいってことなんです。今政治の軸はもはや右か左の時代ではありません。今これから起こるのはもはや左は消えてもらうしかないんです。77年間日本の国民をこんなふうに洗脳してですよ、日本の国はこんなに素晴らしいっていう認識すら持たせないにしてですよ、もうそういう連中は去ってもらうしかないんですよ。そしてありがとうございます。で、右にいたって言われる人たち、これ右じゃないんです。国際社会の中のど真ん中です。我々はど真ん中です。でこのど真ん中で2つにこれから分かれます。後ろか前かなんですね。後ろに対してはどうぞ言ってください。私の周辺のいろんな経済界のトップの人たちも賛成とみんな応援してるんですよ。素晴らしい。だけど表から応援できない。組織用がある。だけど裏から応援してくれます。でもね、一人一人が組織用でやる時代じゃないです。そういう方々は組織用でいいっていう人たちはどうぞ後ろにいてください。でも私たちは前に進みましょう。前に進むときにどこに立って進むか、それはもう答えが明確です。日本なんです。日本に全ての答えがあるんです。それぐらいすごい国なんです。日本っていうのは我々別に国粋主義になろうとしてるんじゃないんですよ。昔からさっき言った八向一遊でやってきて、他の国々と仲良くやってきたんです。私たちは参政党の理念として日本の国益を守り、世界に大調和を生む政党ってこういうふうに言ってるんですね。世界中の価値観が共通の国々手を結んで、そして我々の敵はどこかといえば、冒頭から申し上げているグローバル絶対主義です。アメリカもロシアもウクライナも敵じゃないんです。敵はグローバル全体主義、そしてこのグローバル全体主義というものに対して立ち上がっている国民が各国にいます。だから立ち上がった。アメリカでもそういう人たちがいる。フランスでもルペンが4割以上取ったんですね。そういう人たちがいるんですよ。アメリカにはトランプ支持者がいます。そういう方々と連携を取りながらグローバル全体主義に対抗して、日本の国家に基づいて自由と人権と民主主義を守る国民国家を作ろうではありませんか。